こんにちは、四代徳田康吉です。金平の逃亡です。ようやく桜が満開になりました。今日は以前 YouTube に登場していただきました小沢さんがお見えになりました。こんにちは小沢さん。明日誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。明日誕生日ということと桜が満開ということで、今日は徳田康吉のお家にお邪魔させてもらってます。そしたら私の誕生日ということで、まあ、とても素晴らしいものをプレゼントしていただきました。みずほというツボなんですけども、これをもう本当に先生の4代のご厚意で分けていただくことができました。とても楽しい素晴らしい誕生日を迎えることができて幸せです。ありがとうございます。ありがとう。別におっしゃって言わせているわけではないので申し訳ないです。何歳か分かりませんけれども、素晴らしい誕生日をお迎えください。今日は満開ということで、どこもかしこも花いっぱいだと思います。いろんな悲しいこともありますけれども、心を前向きに持って豊かに過ごせればいいなと思ってお伝えさせていただきます。ようやく新しい春が北陸小土地にも来たようです。これからお祭りもありますかね。次の動画でお目にかかりましょう。お元気で。さよなら。ではまた。おまけです。明日4月10日吉崎御坊蓮如上人記念館で1時半から13時会場で、大谷翔子様、東本願寺の大浦方様、本願寺の大浦方様の総曲のコンサートがございます。春を告げるお琴のコンサートです。ぜひお出かけいただければと思います。